ルイス・ゲイロード・クラーク、1855年のエングレービング。ルイス・ゲイロード・クラークはアメリカ合衆国の編集者で、ウィリス・ゲイロード・クラークの双子の兄弟。クラークは1808年にニューヨーク州オティスコに生まれた。クラークはチャールズ・フェンのホフマンの後継者として雑誌。 日華ボッカーの編集発行人になり、1834年から1861年にかけて、四半世紀以上にわたってこの職にあった。1840年頃には、同志は、当時のアメリカ合衆国で、最も影響力の大きな文芸雑誌となったが、これは、ワシントン・アービング、ウィリアム・カレン・ブライアント、ナサニエル・パーカー・ウィリス、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローといった作家たちの気候に、 加え、クラーク自身が担当するエディターズテーブル、ゴシップウィズリーダーズコレスポンデンツといったページによってのことであった。しかし、財政上の問題から同志は廃刊に至り、クラークはニューヨーク州ピエーモントに移り、ニッカーボッカー氏のかつての寄稿者たちが寄稿した作品を集めてザニッカーボッカーギャラリーを出版するなどして資金を集めて彼に送った家に住んだ。 クラークは著書として自身の随筆を集めたニッカーボッカースケッチブックやニック・ナックス・フロム・アン・エディター・エステーブルを出版した。編集者としてのクラークは同業の編集者で作家でもあったとエドガー・アラン・ポーと敵対関係にあった。両者はそれぞれの雑誌において相手への非難を押収した。ありがとうございます。